出陣する。ついてこい。敵を放て。今こそ訓練の成果を見せる時だぞ。訓練通りにやれ。突撃だ。死にたくないなら下がれ。これが俺の必殺技だ。俺に殺されるんだ、名誉に思え。出陣ですね。伝説を増やしに行きましょう。情報をください。戦は闇雲にやっても勝てません。さて、妖刀伝説を見極めます。切りますよ。まだまだです。私を脱がしましたね。私を脱がした以上、あなたはここで終わりです。今は戦乱の世、末法ですね。相手の様子を見て、それに合わせて行動しましょう。これが避けられないことなのであれば、怒ってはいけませんよ。フォーナンは覚悟しています。覇者継承。正しき道へと導いてあげましょう。覇者継承。出陣か。分かった。よし、物見を放って。
るか。はい。やるな。いや、はい、笑っている場合ではないとは。熱いな。本気になるか。これでどうだ。戦だな。待ってたぜ。偵察頼む。俺は刺すことしかできないからな。三名僧が一つ、お手切れ。行くぞ。大した怪我じゃない。な、受け切れねえ。視察だ。他の二本には負けられないからな。針の穴を通すがごとく。まあ、肩の力抜いていきましょうか。状況報告頼むで。さすがに命のやり取りでやる気ないとか言ってられまへんな。そこや。やったった。思った以上に深さ。そこや。参りましたな。ここまでされては本気を出すより他ないやんか。討ち入りか。任せてもらおう。油断するな。敵がどこに潜んでいるかわからんぞ。長曽根小鉄、押してまいる。押し通す。俺は止まらんぞ。が、深手か。押し通す。
今宵の俺は血に飢えているってな。俺に切れぬ敵ではない。どれ、一丁狩りに出かけるとしよう。者ども、敵が油断している隙に狩り尽くしてやろうぞ。狩られたいのはどいつからかな。さあ俺を楽しませろ。何か刺さったか。いいぞいいぞ、もっと俺を楽しませろ。俺が恐ろしいか。遊びの時間は終わりとしようぞ。俺が恐ろしいか。戦は好きじゃないが、蔵に戻るわけにはいかないし。俺は外のことに疎いんだ。報告頼めるか。何かを切らなきゃ外にいられないんでな。俺が怖い。それで俺が怖い。なんで封印されていたか分からんようだな。何人いようかまとめて切ってやる。よっしゃ、いざ出陣。敵の本陣を探してくれよ。見つかったら俺が突っ込むからさ。どんなに堅かろうが俺の敵じゃねえ。叩き切ってやる。俺はそんなんじゃ折れねえぞ。くそ、だがまだまだだぜ。キャー。随分と舐めてくれたじゃねえか。許せねえ。
門を開け、いざ出陣する。いいな、敵の油断をつく。我こそは三名僧が一つ、トンボ切り。近寄らせはせん。まだまだ。近寄らせはせん。黙って両断されてもらおうか。触れれば切れるぞ。よし、そろそろ出陣するか。状況を報告しな、突破口を探る。天が三層を恐れない奴だけかかってきな。足元がお留守だぜ。やるね。おっと、肝心なところで足がもつれた。狼藉の代償後悔しな。飲めば飲むほど強くなるってな。出陣してまいります。まずは偵察で行きましょう。さあ、では踊りますか。マグロです。野生ゆえ噛まれる。野生ゆえ。